俺ね、うん、車買っていじるのは好きなんだけどさ、あんまり運転するのはね、あんまり好きじゃないんだよ。カートとかの方が面白いでもカートの動画も回んないね。高卒の方に対してこと、うん、気にしないでいい。全く気にしないでいい。うん。エビゾウ好きですかあいつはもう、ほんと昔酒癖悪かったからね。俺昔さ、 あの、テイカンドギブニーズの野尻っていうやつが結婚する前になんかパーティーをやってて、中村の指導が行こうっていうから一緒に行ったんだよ。うん。これっていう正直暴露だと思うんだけど、そしたらさ、指導と俺が並んでたらさ、いきなりなんか、どっちも言っいきなりどんプリかなんかを口にガバッと加えられてガッとあげる坊主がいいんだよ。このな、昔ん全部飲んでやろうと思ったけど、炭酸だから飲めねえじゃん。 なんだこの野郎と思ったら、エビゾだったんだ。めっちゃ酒癖ありやあいつ。俺も悪いけど、俺よりも悪いわ。目ゃん俺より酒癖ありわ。それで俺らんなぶ、俺はぶん殴ろうかと思ったら、指導が、日本の宝だからやめてくれって言うからやめたんだよ。だからその後、エビゾ事件があったの、エビゾビルで。 あの時に俺思ったことはやられるだろうなと思って、だって酒癖悪すぎんもん。ところが今なんかいい人みたいにふりしてるけど、元は変わらないと思うんだよね。だから、ダメじゃねでも俺そう言ったんだよ、エビゾーに。秋のうちで会った時に、お前エビゾービルって知ってるかって言ったら、知らねえって。お前タクシーのうちでも知ってるぞって言ったんだけどさ。で、言いすぎて、 ケンジョウさんに次の謝りたいって言ったら、ケンジョウさんが謝ってくれたら、イビゾウがマズラさんを好きだって言った。<laughs> なんでやねん。なんでやねんだよな。<laughs> 知らんわ。